あ、始まった。これあれでしょ？雪の女王じゃなくて、アナと雪の女王じゃなくて、残された時間は少ない。僕はもう戻れない。最初からクライマックス。恐れないで。白雪姫か。え？違う、なんだっけ？こいつ。7人の小人。扉を閉ざされてる。歩き出してごらん。ここまで来れるかい？やめんなよ。びっくりした。動いた動いた。ははーつ、なんか足が、ははっぽい。ミッキーっぽい。あ、ちょっと。小人が喋ってるのかな？話し方的に真ん中じゃん。びっくりした。棺？シールだ。杖だ。力は形になり。形を作ろうという。君はどんな力を持つ？ね、これ。シールド、俺逆張りでシールド言っていいか。ジャンプ！バスでジャンプ！ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。楽しいね、つって。頑張れ。待って待って待って、待って。守り抜く力。仲間を助ける優しき強さ。すべてを拒絶する臆病な。不思議な力。目には見えない内なる力。灯火添え犠牲に。ちょっと待って。攻め込む力。誰にも負けない。他人を傷つける。めっちゃかっこいいこと。肉を切らせて骨も立つだから。剣拾ってこ。そうさ。君が選んだ力。何を差し出すの？いや、つって。かっこよさだけで生きていくみたいなのがあるけど。感想したい。なんだっけ、こいつの名前。デイジー姫。なんだっけ。野獣か。美女と野獣。シピキピピ。君が手に入れた力、それは戦う力。まるで、これだって杖だよ。大丈夫？そうやって、そう、そうやって戦うの。嘘だ。絶対、シンデレラか。一番メジャー。一番メジャー。杖だよ。だって。杖って知ってるか、お前ら。殴るもんじゃないぞ。あ、これ知ってる俺。このアリ。シンデレラが。お前ら知ってるか、杖って。杖は殴るもんじゃない。ほら。すごいほら。すごい優しい音してるもん。見た目ない。いや、かっこいいものをつけたい。かっこいいものをつけたい。音がさらって、杖は、ドンキやぞ。魔法使いだよ。魔法使い。後ろだ！ロックオン。もう一度押すとロックオン。R1。ロックオン。ほら。すごいさ、可愛い音しちゃってるけど。杖物理。すごい可愛い音してるよ。大丈夫？ズヤーつって。リザーレクションみたいな感じになってる。魔法使い物理。ダッサ。なんかミッキー意識してるね、やっぱ衣装。若干ミッキー味があるよね、やっぱ。このズボンが。ズボンと、カバン。ガードとかはレベルアップで覚えます。あ、そうなんだ。シールドとか戦えないじゃん、絶対。ほら、いた。壊せ。これじゃあ開けられないや。かっこいいな、でもなんか、イケメンだから似合う衣装。宝箱だ。異世界転生したら、フロムゲーで、ロード、あれできないの？回避。その焼き方？どこ？眩しい。この世界に祝福を。どうあがいても闇だけど、それでもあがき続ける主人公になりそうですね。まだだよ。まだ扉は開かない。その前に君のことをもっと教えてよ。知りたいなーってやつ。僕は生配信してるフレンズだよ。今から飛び降り配信するんだ。話すコマンドの表示が出ました。三角を押すと話しかけることができます。話しかけます。こんにちは。僕といいことしませんか？あなたにとって一部のこと。ははー僕、ミッキーマウスだから、僕、そうね、みんなと仲良くする。生配信も、やっぱりね、みんなと仲良くしたいから始めたんで、はい。仲間を思いやるのって、そんなに大切？何、こいつ。ぶっ飛ばすぞ。なんだお前。裏切り者か？裏切り者には死だぞ。そんなにます。いや、年を取ることも、俺、まだ恐れてない。まだ年を取ること。ピチピチの僕、永遠の17歳だから。
どっちつかずかな俺、中途半端ってよく言われるし、どっちつかずなことがそんなに怖いな。煽ってくんだけどこいつら、なんなのこいつら、レイザーじゃんレイザーいる、レイザー。じゃあね、何がしたいんだ。強くなりたい。そっか、強くなりたいか。みんなと仲良いことを生み出し、どっちつかずのことを、それ強くなることを望む。主人公感満載じゃないこれ。あ、そうなんだ。ワッカ、セルフィー、ティーダ。ティーダが主人公だろ、多分名前的に。ワッカってやじゃん、なんか。君の旅は、幽霊に始まる。楽な道中ではないけれど、いつか昇る朝日が君を眩しく照らすだろう。まあ、いっか。朝日を、なんだっけ、日の出を待つ男、なんだっけ、ワンピースの。わかんないね、みんな。猫のキャラ。ワノ国の。誰だっけ、こいつ。こいつあれだろ。ラプンツェルだろ。知ってる、知ってる。ラプンツェル、ラプンツェル。この髪短かったかって。君はラプンツェルじゃの。おっぱいね。そう、ネオコアムシ。あいつのセリフ好き。ちょっと待って、おっぱい触ってたら。なんか、あ、これ夜明けルートですか。頑張ってください。何ダメなの。え、夜明けを待つ男だよ、俺は。そう、俺、猫マムシだから。オーロラ姫です。誰ですか。俺は夜明けを待つんだ。俺は夜明けを待つ。夜走り、夜走り。くらえ。くらえ。魔法使い、痛い痛い痛い。こら。当てれないのさ。当てれるって、俺。任せろって。これでもディズニーチャンネル登録してるかな、俺。こいつあれ。これ美女と野獣。あれ、そばかさ姫でしょ？知ってる知ってる。難易度はファイナルミックスなんですね。どういうこと？タイトル回収。なにこれ。月光モリア？けれど恐れないで。恐れちゃダメ。前に進め！進め！戦え！戦えつって。めっちゃ強そう。杖があるだろ、お前。杖使え。逃げるな、逃げるな。こーわ。オベリスクの巨神兵じゃん。ハートラ。なんかフィジーク取ってる。ちょボディービルダーなんだけど。任せろ。ヘイ、ヘイ、痛い痛い痛い。ウェイ、ウェイ、ウェイ。フィジーク。サイドレイズ。痛い痛い痛い。どっち殴るのが正解なのかわかんない。暗い暗い暗い。無視して、ガン無視。痛い痛い痛い、ガン無視できない。待って待って、何痛い痛い痛い。痛い。ゲッチュー、転送。アリでも無視した方がいいけど、アリンコども。アリンコども無視してさ、殴っちゃえばいいと。総裁の儀。地面を這う動きする。攻撃力アップ。来ちゃー。手首折ったるわ。ほら、手首の関節折ったるわ。避けるのどうやんのこれ。危ねえ。避けれてんのこれ。とりあえずジャンプ。あ、そうなんだ。走って避けるんだ。なんかかかった。クソみたいな戦いしたけど。びっくりした。余計肩うまっ。クトゥルフ神話とかに出てきそう。あざっす。うまいんじゃない初見にしては。だから忘れないで。おばあちゃんから今メッセージ来てたからちょっと見せた。もう予想見せた。その扉を開くのは君なんだ。さあどこだ。これキーブレードは。待って、キーブレードじゃん。てか杖もクソもなくね。キーブレードよこせよ。マリオちょっとマリオ。マリオにさ、ちょっとキーブレード。キーブレード使えないのってか。